ちの部屋も貼られてます。こちらも、あ、向こうよりは少し明るめの水玉の壁です。かわいい。
くれたしに。今一本立っとかんとさ、グラグラすると嫌し。あとののはそう、そうでもねえんだけど、これだけ一本立っといて。おっさいで。この枠を作ってもらってます。ここ壁にしてさ。壁。これを取ればいいのかな。この入り口を。26例ならいいよな。26、52、26.27cm、54cm。これで下のほら壁が収まるし、これもこの壁が収まっていいな、この壁を、これでいいな、誰だよって言われると、こうしときゃあのただのしただけでさ、のしただけで止まるんだよな、なんか止めんでもさ、次もたんでもトラックを乗せていくか。もう風収まったかな。だいぶ良くなった。うまくいけば最高だな。計算より当たるの？これが当たるの？これが当たる。入った。これもほら、あのボードがこっち行けんからこの板で見切って、うーん、でここ今度階段、この、 あの手すりがこうへこうこう来てこう行くのに、ここが柱のとこうまくね持って、本当だ、これ入れてこっからやると今度は手すりがつくんで、やりにくかったんだわ。ちょっとだからこの辺が結構プロならないと無理だ。でここもな、ここもほらこの先の5センチあったとこが、はい、ここが見えないように、うんうん、でこれが戸が立てば、あとはそっち中のをこう塞いでこんでいくし、うん、この辺は大体この感じで、うん、ここも三角入ってるね、これは。あ、本当だ、うん、これ三角細かなとこまで、うん、だからこれ昨日からずっと今日からねえ、あの細かいとこどうしよう、どうして仕上げようかなと思って、一応頭悩ましてた、これ高橋この人、
性洗面所。この台がつきましたね。そして上の電気もおしゃれですな、これめっちゃいい雰囲気の、いいね。あ、ここにもついてますね、おしゃれ。ああ、本当です。今やったけど逃げたよな。逃げてった、逃げたけどどっかでダウンしてると思うけどな。あ、毒持っとる蜂って弱いんだよ。そうなんですか。うん、黄色い色したら大体毒持っとるんでさ。このカフェスペースの上の電球もつきましたね。このドアもつきました。昔の雰囲気が残ってていいドアですね。で、これ閉まるときと開けるときが直前にこう自動で。